こんばんは。お元気ですか？ちょっと空きの時間があったので始めてみました。ベストヒット歌謡祭お疲れ様でした。ありがとうございます。ライラックとファミリエを歌いました。すごいね、声だけでこの時間で 4.5 万人も見てくれてるなんて。ありがとうございます。そう、魚屋で。そう、魚屋というか MV の、あの衣装で出るのは面白いんじゃないかっていうふうに思いついてしまってですね。はい、あれをだから番組のスタッフの方とうちのスタッフでこう話を進めてもらって実現しました。あのリハーサルとかではですね、一切あの服装はしないで、あのダミーの衣装を着ましてだから出演者の方やね、宮根さんやウエンツさんもぶっつけ本番であるあれを知るということをしてしまいました。でもね、あの歌はね真面目にやりましたから。でファミリエもね、いつものミセスって感じで。なんかさ、すごかったよね最後のさ。僕もなんか見たけど、最後のあの反り腰あのこうなんていうのじゃんのところのやつってすごくない？あれなんかさ、角度おかしかったよね今回。今回ちょっととんでもない角度してたなって自分でも見て思いました。りょうちゃんが一番、そう、りょうちゃんの頭の長さと、あの若いの MV で別に引き付けてなかったのにタクシー運転手で引き付けてるっていうのがもうほんと面白くて、であの移動、楽屋とかいろんなその移動とかも全部あの人たちはこうストールみたいのを全部頭に巻いて誰にもこうバレないように移動してて、それがすごい面白くて。めちゃくちゃ笑いました。僕もほぼツでしたね。そう、ツだよねあれね。あんなことやってるから。そうなんだよね、背中なんかね、なんかわかんないけど僕ぎっくり背中だって言われ、なんかずっと痛くて、まあ、ちょっと良くなったんですけど、なんか息吸うのも背中痛くて、これなんだろうなと思って見てもらったら、なんかぎっくり腰ならぬぎっくり背中というのがあるらしくて、なんかそれになってますねって言われて、あ、そうなんだみたいな。そうでした。まあ、だからちょっとね、こう控えつつやろうかなと思ったんだけど、本番になっちゃうとどうしてもね、無理をしちゃうよねっていう。
感じですね。まあ面白いからね、まあ、できないときはできないですから、できるときはいいんですよ。うん、そうなんですよ。ホワイトラウンジの映画まだ多分、まあ、ちょっとずつね、もちろんあの減ってはいるんだろうけど、上映のところが多分まだやってるとこもあるのかな、どうだろう。ぜひまだの人は見てください。版もね発表になってるよね、発表されましたけども、そちらもぜひ皆さんね、あの持っといてほしいなと思います。なんかね、その実際こう生で DVD とかブルーレイとかこう CD を持つっていうのってなかなかこうなくなってきたけども、まあ、僕もねちょうどその間の世代にいる人ですから、96年生まれなんですけど、なんかこうリアルタイムで自分が学生の時にストリーミングっていうのが始まったりとかしてっていう世代ですから、どちらの良さもねすごいわかるんだけど、なんか生で持っておくことっていうのを今の若い子たちとかにも良さを知ってもらえるといいなっていうふうに思っております。うん、かな。なんかすごいすごいよね、いろいろ。青と夏が7億回だっけとか、天秤が6億とかだったっけな、すごいなとかね、ちょっと人事のように思いますけど、そうストリーミングの総再生数もなんか90億回超えたのかな、なんか100億回までちょっとこう見えてきたんじゃないかなとかいう話をチームがしてて、なんか僕あんまりそこもちろんね嬉しいけど、あそうなんだ、そんな信じられないなっていう感じなんですけど、なんかね一つ一つの何気なくみんながこう生活の中で聞いてくれてるのが本当に糧になってるなっていろいろ思います。うん、そう思いますよ。にじゅうちゃんたちに楽曲提供ありがとうございます。いえ、Always Awake というミニアルバムの中に収録される Always という楽曲を私大森がですね書かせていただきました。うん、そうなんですよ。ちょっと楽しみにしててください。僕なりにねめちゃめちゃ愛情を込めたんですよ。ねお話いただいて、まあ、だから対バンをね今年、あれ今年か、今年の4月に20と対バンさせていただいて、でそこですごいなんか楽しくて、なんかねそれがきっかけなのかオファーをいただけてですね、でもあれだよね、こう本当になんていうのないよね、あんまりこう人というかなんかこうなんていうの JYP さんの中の外での人たちが曲を書いてるイメージっていうのがなかったからいいんだみたいな感じで、でね対バンもさせていただいてるんで、こう WiiU のみんなの熱量も僕は肌で見てるわけで、そうだからその WiiU に失礼がないようにというか、なんでこいつが書いたねみたいに思われないように努めたいなと思って書きましたけど、いやみんなほんと上手だったな、歌本当うまかったな。レコーディングあっという間だった。ちょっとディレクションさせていただいたり、
歌割りとかも実はさせていただいたんですけど、すごいすごかったな、ちょっと楽しみにしててください。これちょっとこれ以上作曲もしたんです。もう全部しましたよ、作曲も作詞も、はい、プロデュースというかディレクションもさせていただいて、歌割りもさせていただきまして、ちょっとなんかあんまりハードル上げすぎてもなっていうね気もするんだけど、ただ僕はすごい好きな楽曲なので、むしろ僕も歌いたいなぐらいの感じですね。はい、です。作曲と編曲の違いって何ですか？作曲っていうのはこうメロディーを思いついたら作曲なんだよね。で、編曲っていうのはそれにギターをつけるとか、まあ、ピアノをつけるとか、そのメロディーと呼ばれるものにこう味付けしていくのが作曲、編曲になるのかなと僕は認識してるので、だからもう僕楽曲作る時にもドラムとかベースとかギターとかピアノとか全部つけて作曲するので、もう同時に編曲も行ってる感じですね。レナセールセレナーデのセリフカバー待って、あれさ、一人で歌う楽曲じゃないのよ楽しいだろうけど、うん、セルフカバーアルバムね、そうだよね、わかる。なんか僕の中でこう楽曲提供するのってミセスグリーンアップルとしてっていうよりかはこうソロというか大森元貴の名義としてこうやらせてもらってるイメージなので、ミセスはねミセスのカラーがあるから、また大森元貴ってもうちょっとこう引いてる目っていうか、なんかこうもうちょっと違う気がしていて、そうだからなんかセルフカバーアルバムとかね、ちょっと曲もありがたいことに増えてきたんでとかなんだって言っちゃったりとかしてね、まあ何も考えてないですけど、はい、です。次のアルバムはいつですかって、そんなのね、そんなのインスタライブで聞いていいと思うなよ、そんな質問を簡単に答えるわけないだろう。そんなものみんなこうやってすぐいろんなことが聞けるからってさ、言わないです言わないですよ、今年はないですよ、はい、それはもう今年の初めに言ってますけど、アルバム今年はないですって言ってますけど、はい、と言いつつも5ヶ月連続リリース、もっと言うと1月の那覇ともを換算すると、あとホワイトラウンジとかも感じ、あれするともう6、7ヶ月でもう7曲、8曲ぐらい出してたみたいな今年ですけども、はい、そちらで楽しんでいただけたらと思います。言わないよ、ほんと、そういうのね、言わないのよ、そういうの言わせないで、ほんとに違うのよ、ちょっと近すぎる、みんな質問が近すぎるのよ、そんな言うわけないじゃん、言うときは言うからさ、ねって感じですよ、言うときは言うから、うん、歌ってとかもね、もうありえないよ、こんなん、どうしてどうしてだよどうしてだよ、どういう質問してほしい、おもろい質問ですね、どうだろうな、なんかこうもっとさインスタライブが盛り上がるような、なんかこうちょっと質問募集しようか、じゃあね、質問募集しよう、うん、忙しすぎて心配、まあ忙しいっすね、忙しいけど、でもね、別にこう僕がっていうかこうね、誰かに言われてやらされてるわけじゃないので、やりたくてやってるからねっていう、あなたは本当に人間ですか、何この AI みたいなさ、人間ですよ、
みかん家に大量にあるから開けたい。そう、この前みかん食べたいって X でつぶやいたんだけど、それあれ現場にも入ってたんだけど、なんかそれを見たスタッフがわざわざみかんを買ってきてくださって、ちょっと悪いことしたなっていうのはありますね。本当に美味しかったです。本当にみかんの季節が始まったなっていうふうに思いました。はい、ミセス3人でご飯食べに行ったりするんですか？最近3人でってないな。最近3人ってないな。うん、ないかも。あ、でも若いの誕生日の日とかはね、もちろんあったけど、誕生日の日っていうか誕生日の会の時に二人ではあります。ないですね。一人で飲みに行ったりとかしないですね。家でも僕飲まないですね。本当に実在してんのか疑わしくなるときは。実在してるだろ絶対。カラオケ最高なんて言うんですか。誰に聞いてるのそれ。あの僕の曲お、まあでもそうね。あ、そう、ミセスって限らずってこと？ミセスで限らずだったら僕採点したことないかも。うん。カラオケにそんな行かないからね、最近ね。でも、なかなかね、時間があれだけど、でも行きたいですよ、久々に。うん。もっくんが可愛いと思う告白の仕方なんですか？なんですかそれ。相手にされたら嬉しいってこと？なんかはっきり言ってくれると嬉しいってずっと思ってるな。うん、もう分かんない。学生の時からこう周りくどいのとか、なんかこうあれとか分かんないな。え、なんかすごい急にさ、ちょっと待ってすごい急にお掃除ロボット動き出した。ちょっと待って、急にお掃除ロボット動き出したんよ。え、止まった急に。ちょっと待って、次怖いんだけど。ええって、もうびっくりしたわ。あ、びっくりした。ご飯派パン派麺派。僕圧倒的に麺派ですね。うん、圧倒的に麺派です。すごいな、声だけでおまんにも見てくれてんだ。俺もときさん未来から来た。そうなんですよ、未来人って言われました。僕占いの人に、タロット先生に。お掃除さんなりましょうか。お掃除さん本当に、はい、お掃除ロボットに名前はつけてますか？つけてないです。ハロウィンはできた？できてないけど、昨日のもうライラックで勘弁してくださいって感じ。そば、うん、派、そうめん派、パスタ派。そのそうめんにルビ振るのやめて。読めるから。スメンって読んだことあるけど、パスタ派ですね。ともミセスファンにさせてありがとうございます。嬉しい。面白い寝言は。僕ね、寝言を言わないんですよ。若いに憧れて寝言を取ってみたんですけど、取れてなかったです。何も咳込んでたりとかしてました。はい、一緒にイタリアン行こう。若井さんもイタリアンやって
なんかさ、そのさ、イタリアンネタいいのよ、もう。マジで。ドキンガシャ東京ね、ミセスロックスね、ラジオ分かんない人は聞いてください。普段マスクつけて寝てる？マスクつけて寝てない。サンタさんいつまで信じてた？いまだに信じてます。今日誕生日なので引来嬉しいです。おめでとうございます。おめでとうございます。大森さんにとって音楽って何ですか？僕そういう質問がめっちゃ難しくってっていうか苦手で、なんだか分かんないですね。もう音楽音楽だなっていう気がします。あなたにとって食事とはみたいな話に近いというか。俺も誕生日おめでとう。曲のアレンジ多すぎてカラオケ歌えなくなってきたの。俺のせいにすんのよ。一応こう正解は楽曲 の、 そのリリースされてるのが正解なんだから。アトランティスのライブ映像見てました。 DVD 見てました。ありがとう。ミセロでドゥードル聞けなかったからこそって歌って、ドゥードルね、若いが間違えたからね。歌わないよ俺、そのインスタライブとかでそんなに簡単に歌わないから俺。っていうね、っていうやつ。ドゥードルね、ドゥードル歌ってないわマジでね。友達に前ミセスをおすすめしたらハマってくれました。ありがとうございます。ミセスね、そう、どんどんりょっぴー大分編出たんで、あの見てください。リョッピー、友達に大森元貴の話をすると建前の人って言われて毎回笑う。もうやめましょうそういうのは。建前の人、建前をやめます。もう建前はね、リョッピー鹿児島まだかな。もう当てるんでちょっと待ってください。僕と和解があれダーツするんで、うん、で建前なくなっちゃうの悲しいとかじゃないのよ。建前の人じゃないんだから。まず「ハーモニーで建前を期待してたけど」みたいな。いやいいのよ、その期待しなくていいのよ。建前の人じゃないから。まず魚屋さんの人でもないのよ。大学生の息子とライブに行きます。ありがとうございます。お待ちしてます。アレジの魔女も好きですよ私。あ、いいですね。ちょっとどっかでやろうかな。いやだからいいのよ、やめてそういうの。もうほんとサービス精神があざになってんの最近、本当にマジで。こう人を楽しませたいっていうよ、あのこうなんて欲というか自分の中のポリシーみたいなものがなんか最近悪さをしてる気がするの。そうだ、よくないね本当に。もうちょっとこう勝手に生きていかないと、あの時にそろそろこうね、本業が分かんなくなっちゃうっていう感じありますから。はい、
ですよ。もっくんはいい意味でもいつも想像を超えてくるから本当に目が離せないしワクワクする。ありがとうございます。でもやめてね、そのハードルを高くしないで。本当にあのやりたいことやってるだけなんで、はい、やりたいことやってるのが今みんなにちょっとだけこう刺さってるっていうだけの話だから、本当にそれだけの話なの。はい。友達が荒地の元木を LINE のアイコンにしてて、いいのよ、どうぞ皆さん。だからいいよ、 X とか、X とかやっぱ LINE とか、ちょっとこのインスタライブ終わったらアイコンそういうのにしてみようかね。建前とか晴れ地の場所とかそういうのにしてみようかね、うん、5万人も聞いてんでしょこれ終わって。そうしたらなんかすごいことなんじゃない、ちょっとね。だからええって、こういうだから違うんだよな、こうなったら面白いかもっていうのがもう止まんなくなっちゃう時があるのよ。ちょっと止めて俺を、本当に。大量発生のよかね、もう本当に勘弁してください。こんばんは。あ、直子さんこんばんは。歌声も好きですが話し声も好きです。うわ嬉しい、そういうの嬉しいですね。ありがとうございますね。え、なんか歌をね褒めてくれることがあるんですけども、でもなんかだんだん最近こうあんまりなんだろうな、こう歌が上手だねとかっていうのってなんかみんな言ってくれなくなってきて、ちょっとこうなんか切ないっていうか、なんかあ、ちょっとなんかそうスタッフに聞いたらやっぱちょっと当たり前になってきてるみたいなことを言われ、そんな悲しいことないなって思いました。はい、どうやったら高い声出るんですか。気合ですね。僕も気合で出してます。はい、ありがとうございます。当たり前じゃないですよ。そうです、当たり前じゃないんですからね。そうですよ、みんな忘れてるよね、いろいろね、ちょっとね、忘れてんじゃないかなってやっぱ最近思う、俺はびっくりするね。歌上手だよね、うん、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいな、うん、ありがとうございます。私もモックみたいにとても上手い歌手を目指してます。アドレナリンちょっと煽っていじってるよね、なんか、なんだろうな、いやいや、もう歌いまくってればいいんじゃないですか。大御所芸人が大御所になったせいで突っ込んでもらえなくなって悲しいと思うらしいです。きっと同じですね。いや同じじゃないでしょ、全然違うでしょ次元が。何言ってんの。もうそろそろ元木くん寝るって。そう、寝ます。はい、寝ます。ちなみに、建前のコツ教えてください。ええて、もうそれは。リジュートのコラボ楽しみに。ありがとうございます。ちょっと冒頭でも話したんですけど楽しみにしててください。はい、コラボっていうか曲を書いたんですけど、はい、そう、メメントモリ、あの朗読劇になります。上白石萌音ちゃんが務めてくださるんですけども、そちらもぜひお楽しみにしていていただけたら本当に嬉しい。嬉しい、本当にありがたい。はい。ビターバカンス待ってますよ。ちょっと何のことだかよくわかんないですね。はい。セイントお兄さんの映画主題歌に。なります。ビターバカンスなってます。 なります。お楽しみにしててください。はい、去年モネちゃんとのアラジン最高だね。あれ良かったよね。なんか僕もちょっとこう高音を封印するっていうのがやっぱちょっと楽しかったというか、はい、で
ね、お相手がもう舞台とかもうすごいたくさんやられてるモネちゃんだったので、すごいいろんなことを勉強させていただいたなという感じですね。その歌の息遣いだったりとかを、はい、すごいなと思いました。ビターバカンスどういう曲ですか？だから休んじゃえばいいっていう曲ですね。おすすめのリップ教えてください。いやちょっとありすぎるんだよな、はい、人と歌うの難しいですけ、いや難しいっていうか楽しいですね。やっぱりずっと一人なので歌はやっぱなんかグループの人とかね、テレビ番組とかで見るとあいいな羨ましいなって、そのなんていうの、凌駕とかじゃなくて、あのなんていうの、こう一つの作品を何人か何名かでこう歌をこうつないでいくってすごい楽しいっていうか羨ましいなってちょっと思ったりします。もっくんが休みたいと思う時はどんな時ですか？もう常日頃休みたいとは思ってますけど、でも休みたいなって思ってるぐらいがちょうどいいというか、僕そうっすね、休めない人だと思う。大森さんがインだったイメージが全く湧かない。なんで過去形なのか分かんない。ずっとインですよ。あのね、ほんとそうだけど、なんかね、インぶってるインとかより、あと、ようぶってるようとか、なんかそういうことより、インぶってるようとか、全然そんなことより、あの、ようぶってる陰が一番怖いんだからね、本当に。一番怖いんだから。俺が一番怖いんだから。本当。俺って一番怖いんだから。そうだよ。ようぶってる人が一番怖いんだから。はい。友達の作り方を教えてください。そうですね、誰かのお友達になってあげてください、はい、そうだよ、みんななんかそうだからね。大森さんの陰は深そう。まあ深いよね、深いだろうね、うん、はい、深いっていうか、まあ、はい、そうですね。さあ、ずっともう何十分も5万人が見てるっていう、わけのわからない人数が見てるっていう話で、はい、そろそろね、もういいんじゃないかしら。私はもう行くよ、現場に行くよ。歌って歌わないって、だから歌いたい時に歌うインスタライブするから、そういうものだから、無料で見れるものってそういうもんだから、そうだよ、これ偉そうとかじゃなくてそういうものだから、この芸術ってそういうものだからっていうね、なりわいにしてるから、ということで歌います。今日は歌わない、今日はそういう気じゃないから歌わないけど、みんなもちょっと寒くなってきて、なんかさ、すごい身の回りで咳してる人とかも増えてきたから、皆さんも気をつけてください。体調崩しやすいし、なんかね、気圧とかも今日めっちゃ、まあ、昨日からめっちゃだけど、もう頭が締め付けられて筋こじつけられてんじゃねえかって思うぐらいちょっと頭痛がしてるんですけども、気圧頭痛なだと思うので、皆さんも気をつけてください。はい、ハーモニー無事最後までの感想を願ってます。ありがとうございます。すごい丁寧なコメント、嬉しいです。ありがとうございます。花粉もね、やばいからね。そう、
皆さんもどうか健康でいてください。ありがとうございます。はい、熱の出ないインフルエンザ流行ってるし、もうね、インフルエンザとかももう形を変えてすごい気合を入れてやってきてますから、負けないようにしてください。ちょっとすいません、今右脳で喋ってました。はい、よろしくお願いします。ということで、またねー。